仏教では真という言葉がございまして、一体全体真って何ですかと疑問が出てくる。はあ、尊いんだ、はあ、ありがたい話だからと、やっぱり信じるんだと、そんな感じで瞑想したっても何にもならないんです。その真は違うんです。だから意味は、気長くして仏教を勉強し、観察し、他の教えと比較して、最終的に真理であることに納得いくことなんです。よく研究して研究して、調べて調べて、それから自分が達する結論に信仰と言うんです。だから学問的に言えば、長い間研究して達した結論のようなものなんですね。我々学問的に研究して結論に立っても、その結論が真実やと、唯一なものやということないでしょうね。まあそうであるだろうというぐらい、だから真という言葉を使っちゃうんです。それほど強くない、でもいい加減でもないんです。ですから仏教の真というのは、納得いっているということなんです。納得いというのは個人だから、個人でチャレンジしなくちゃいけないんですね。真と信仰の違うところ、人の自由と知恵を認める。信仰は否定するんでしょ、前説明したんだから。信仰したらもう自由がない。仏教の真は人の自由と知恵を認める。それから曖昧ではなく、知識がしっかりする。努力の結果なので、精神的に活発になる。ですから仏教の真というのは、人は精神的にそう活発にします。信仰の場合も納得しているんではないかと。で、あれは納得じゃないんです。あれは脅し、偉大なる力、抑えられているんです。例えば子供に何か言う場合も、両親のパワーで抑えて、これやめなさいと言うこともできるし、あるいはよく話し合って、互いに理解し合って、ちょっと時間かかりますけど、子供に納得してもらうと。ですから仏教の真というのは矛盾ではありません。それはもう納得いくということ。何かを信じることはいとも簡単ですけど、世の中でとても難しいのは仏教徒になることなんです。